これより会議を開きます。この際ご報告申し上げます。本日立憲民主党、日本共産党、国民民主党、社会民主党から会期を12月6日より28日まで23日間延長するよう申し入れがありました。本件は常任委員長の意見を聴取、議員運営委員会で発言及び採決の結果、会期は延長しないことになりました。以上ご報告いたします。日程第一、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案を議題といたします。委員長の